はい、どうもこんばんは、おっくんです。今日撮っていく動画の内容についてなんですけど、ちょっと疑問に思ってたことについてちょっとまあね、お話ししていけたらなって。疑問っていうか、なんかこうちょっとモヤモヤしてたとこで、まあこれ言っちゃうことによってね、登録者数が減ったりとか、なんだこいつって思って視聴者のみんながね離れていったりっていうこともあるのかもしれないですけど、僕はね嘘ついて関わりたくないんで、しっかりね言っていこうと思います。で、嫌な気分になる可能性がある人はご視聴をねお控えください。じゃあ、ここまで聞いてくれてるってことはまあいいだろうと思って、聞いてやるよって思って残ってくれた人がね大半だと思うんで、話していきたいと思います。まずその僕のね、YouTube チャンネルのコメントに、まあそろそろなんかもう事件系のこと喋れよみたいなっていうようなコメントがね結構あるんですけど、僕のね本音としてはですね、そんなにもう話すことはないなっていう、話したくないなっていうのが本音ですね。事件のことを隠さずに最初何十本も動画作ってて、ね、それをわざわざ最初に載せたっていうのは、こういった人間がこういうチャンネルをやってますよっていう、まあ、そこの部分っていうのはこう隠したくなかったんで、どういった人間がこのチャンネルやってるんですかっていうのを知ってほしかったから、事件系をわっとこうまとめたんですけど、本来ね僕はねずっとこう両親の件だけを発信し続けて、その YouTube 活動をやっていくっていうところにこう目標を置いてないんですよね、僕は。そういったことがあったけど、こういうふうに当たり前の生活ができてるとか、こういうことで幸せを感じたりとか、こういうことで悩んだり苦しんだりだとか、こういうふうに思ったりしてるんだよ、考えてるんだよっていうのをこうありのままのね自分をね日々こう発信していって、それをこう見てくれた人たちが何かの、まあ、勇気を持つきっかけになったり、元気をこう与えれるような存在に俺がなれたらいいなと思って、YouTube 活動をね続けていこうって思ってるんで、その事件のことだけを淡々となんかこう解説して、俺はこう思うとかいうのを喋り続けるっていうつもりはね僕はね一切ないです。まあ理由はさっき話した通りなんですけど、基本的にね僕はもう事件系のことを、その事件ありきでその僕を、まあ、その知ったっていうか、まあ見つけたっていうのは全然、それが大半だと思うんですけど、それはそれでね僕は隠すつもりもないんで、まあ、僕はこういった人間ですっていうところは大前提として知ってほしいっていうのはもちろんあるんですけど、その事件のことばっかりをずっとこう動画にし続けるつもりは僕はもうないです。もう伝えたいことは要所要所動画で伝えられてると思うんで、なんかやっぱそういうチャンネル名なんだから事件のことについて語れよみたいなコメントもあったりしたんですけど、ごめんなさい。僕はそういう関係のことでこう思うことがあったりとかしたらまた動画を撮るかもしれないんですけど、基本的には僕はもう事件関係のことは深掘りして話すつもりは一切ないです。で、それを楽しみにこうチャンネル登録してくれてる人たちには本当に申し訳ないなっていう気持ちになっちゃいますね。やっぱ僕はその昔こうだったからとか、今どうのこうのとか、その今までがどうのこうのではなくて、今からの自分、これからの僕はこんな風に生きていくんだとか、こんな風に思ってるよとかっていうのを伝えていきたいっていう気持ちの方が強いんで、そうですね、その事件関係のことをこう楽しみにしてくれてる人には、楽しみにっていうのはねきっとないんだと思うんだろうけど、楽しみにって言い方はいけないね、やっぱね。事件の動画楽しみにしてますみたいなコメントあったから、そういう風にやっぱ僕もちょっと言っちゃったんだけど、楽しみってなんかすごい不謹慎だよね、なんかその楽しみにしていいようなコンテンツじゃないもんね、やっぱ。だからその動画に興味を持ってくれてる人、その事件関係の動画に興味を持ってくれてる人に対しては申し訳ないんですけど、もう今後はねその本当に何かない限りはもう僕はそういった動画はね投稿をしないと思います。まあ、また気が変わってね面会に行こうかなっていう気持ちに、まあ、なることは多分ねお父さんに関してはほとんどないと思うんですけど、なって、まあ、その結果
こうだったっていうのはこうお伝えしたりとか、あとはもうお父さん、あいつがですね、親父が死んで、まあ、それに対して思うことっていうような動画を撮る可能性はありますけど、それまではね、なんかそんなことがない限りはもういちいちなんかその僕は父親についてこう思うとか、実はこういうことがあったんですとか、なんか裏話がどうのこうのみたいなのをこうやっぱこう興味持ってる人っていると思うんですけど、そういうのをね撮っていくつもりはね僕はもう一切ないです。ないんで、なんだこいつつまんねえなとか、俺が見たい動画じゃねえなってなって、それでチャンネル登録者数がねこう減っちゃうっていうのはもう仕方がないことかなって僕は思ってます。で、現にやっぱそのかなりチャンネル登録者数減った時期があったんですよ、一気に何十人も。でそれはなんかそのやっぱ事件のことに興味を持って僕を知ってくれたのに、僕がその料理作ったりだとか、その車をいじってみたりだとか、事件以外の動画を上げ続けてるから、なんだこいつって思って多分離れちゃった人たちがほとんどだと思うんですけど、まあ、それについてね僕もちゃんと説明してなかったからいけないなっていう部分もやっぱあったんで、ちゃんと、うん、ちゃんとはしてなかったですもんね、その当時。だからまあその信念っていうこともまあ相まってですね、しっかり説明しておこうかなと思いました。だからまあその事件関係のことはもう今後何かがない限りは僕は動画にすることはありません。で、できればですね、そのそこを通じて、その事件っていうのを通じて僕を知ってくれた人っていう人の方がもう本当大半だと思うんですけど、その事件だけではなくて、これから僕がその何を持って生きていくのかとか、どんな風にまあ成長していくのかっていうのをね、こう一緒にね見守っていただけたらなと思ってます。いい時もあるし悪い時もあるし、めっちゃねこう良かったなって思える時もあるし、あもうダメだ、もうこんなんじゃ俺ダメだよってこう落ち込んじゃう時っていうのいろいろあると思うんですけど、その、まあ、喜怒哀楽っていうか、まあその苦楽をね共になんかそのして成長を見守っていただけるようなチャンネルにしたいなと思ってます。僕はなんでよかったらね、事件以外の動画でもやっぱこう応援してくれると僕はすごい嬉しいです。そのそういったね経験があった時間っていう、その時間よりもこれから先僕が生きて過ごしていく時間っていう、でそっちの時間の方がね絶対に多いはずなんで、そういった僕をね応援してくれるとね嬉しいです。まあね、ようねなんかねようわからないような動画になってしまったんやけど、ね、まあ、とりあえず素直な気持ちを動画に収めました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価、ベルマークの通知登録、そしてコメントの方もぜひお寄せください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。